脱サラの個人モデルっていうのはね、はい、こういうのがいいというふうに教えられたんですよ。4、収益性は高くない、あまり儲からない。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。はい、今回はですね、ちょっと中高年のですね脱サラについて話をしてみたいんですけど、まあ、実はこれ超プライベートなことなんですけど、僕の同級生ですね、はい、から連絡があって、まあ、大学の時の同級生なんだけど、まあ、僕とはタイプが違うんで真面目なやつだったんで、メガバンクに行って、で子供は確か2人いたのかな、まあ、普通な人だったんだけど、それがまずなんと離婚をしたと。でも別に子供ももう大きいわけね。で奥さんしたら奥さんが離婚してきたと、要するに一人になりましたと、貯金が3000万ぐらいあるらしい、やっぱり早期退職を、さてどうしようかなって、それで昨日ちょっと行ったけど、タイでも行ったらっていうふうに行ってみたわけだよ。はい、いや本当マジな話でね、これ結構あるんですよ、はい、もう初めてじゃない、典型的なケースだけどね、ちなみに僕の父も全く同じパターンです。なるほど、はい、でこれがだからね、僕の予想では多発する気がするんだよね。そういう人たちがどうしたらいいかっていうと、はい、でまだ別にね、そいつは健康だし、でもやっぱり日本で何かっていう、やるほど何か気持ちが高ぶらないってわけ、だからもう本当にね、タイに行って豚の道1店舗をさ、まあ確かにね、やって自分で入ればさ、はい、あのタイのほんわかしたムードで、はい、で安藤さんもタイだったらもう一回青春が送れるみたいなことを言ってたからさ、ちょっと夜遊びでもしてりゃいいんじゃないかなと、はいはい、奥さんがいたりしたらできないから、そうですね、ポジティブにとってね、まあ、これからもう一回ちょっと新しい人生だみたいな、で日本で考えちゃうとね、やっぱりいろんな閉塞感があることも事実なんでね、塾開業しようかとかなっちゃうとしても、だったらなんかもタイの豚の道の方がいいんじゃないかな。ストレスフリーな感じは若干ありますね、あとだからもうやっぱりどうしても離婚されるとか思ってないから、はい、落ち込んでんだよね。そういう場合はやっぱりあったかい国でも行った方がいいよ、ポジティブ気持ちも、そうそう、じゃあ環境変えると、はいはいはい、でそしたらもうネタになるじゃん、まあまあ、さ離婚されちゃってさ、はいはい、もうタイでやってるよみたいな、ちょっとなんかそう言われると羨ましい気もしないでもな、だって日本でじゃあ何やるかっていろいろあるよ、日本での FC やったっていいと思うけど、なんかこうさちょっと違うなと思って、そういうのもありかなみたいな。だって向こうでに行って向こうでお金回してれば食っちゃいけるからね、で元が3000万あるんだから、はい、もう全然一生いけるじゃん、だそういうふうに、ね、考えてほしいな、ということからね、今後一人で何か商売をするっていう場合、要は脱サラでね、個人の FC っていうのを考えた時に重要なことがあって、やっぱ長く続くものをやってもらわなきゃいけない。僕の今の友人の話はこれ変化球ね、そうじゃなくて55とかで別に離婚はしなくてもいいんだけど、会社辞めて自分で何かやろうと、だけど自分はそんな店舗を使うビジネスで何人も人を雇ってやるのはそんな能力はないと思ってる人がどうしたらいいかっていうと、それみんなお掃除本舗とかさ、まあ、ビルズとかさやっちゃうわけだけど、はい、まあそんなのだったらフランチャイズに入らなくても生きていくようなこと考えられないかなと、まあ、僕が言うのもなんだけどフランチャイズしない方がいいんじゃないと思いますか、だってお掃除本舗に入ったりするんだったら、はい、別にユアマイスターとかあの時登録すれば仕事が取れるわけじゃん、だからそういう選択肢も、あるのかなというとね、必ずじゃあ何やったらいいんですかって言われるんだよね、そこは非常に難しいわ。まあ、でもせっかく脱サラしたのに結局労働者と同じような働き方してたらなんかもったいないなっていう感じはしますよね。なんだけど、はい、逆に言うとトータルサービスっていう、まあ、今アミックスって名前が変わったけれども、創業者の山口さんから脱サラの個人モデルっていうのはね、はい、こういうのがいいっていうふうに教えられたんですよ。1、無店舗、自分で体を入れる。2、営業は最小限。3、高い広告費がかからない。4、収益性は高くない、あまり儲からない。5、地味で流行らない。これね、あまり儲からない方がいいって言ってる。で地味で流行らないのがいいって言ってる。まあ、5はなんとなくわかりますけど、ね、で、営業はできない前提だと。確かに僕はそれ教えてもらってその通りだと思った部分がある、で収益性がね、高くないっていうかね、高かったら競合が必ずあるわけ。個人で体を入れればなんとか儲かるっていう、そういうのは絶対大手が来ないわけよ。なるほど。だからあまり儲からない、で、あまり儲からなくていいでしょっていう、まあこの間のねエラテンさんみたいな話になっていくわけですよ、はいはいはい、細く長くやっていく、そう、だから結局そういう個人で体を入れなきゃ利益が出ないと、例えば1日2万円の仕事とか、1日2万円で人が1人入って企業がやったら絶対利益なんか出ないんだよ、
でもそういう仕事はだから残るよねっていう、機械化しようさ、そんなところに投資しないっていうこと、それは収益が高かったり儲かるんだったら人を使わないでやる、ロボットにやらせようとかそういうふうになったりするし、悲しい話だけれどもあんまり儲からなくて、まあ、地味な仕事だけがこれ人使った方が安いからみたいな、自分でやるのが一番安いからみたいになって残っていくっていうね。でそのトータルサービスなんて当時、今はちょっと違ってると思うけど、アミックスはあの中古車屋さんの下請けだからね、中古車に行ってこうやってタイヤとか直したりとか地味な仕事なんだからなくならない、中古車が減ったって言ったってなくなることはないからっていうね、そういうモデルで脱サラ個人モデルっていうのはそういうのがいいんだと教えられて、まあその通りだなと。まあだから基本的にはもう脱サラ個人っていうのは基本的には営業なんかできないんだから、広告をガンガン打ってやってくないとかできないんだから、うん、まあ、そういう前提で仕事を選ぶってことだよね、うんうん、まあ、そういうのが一つだと思うね。なんだけど僕はお金があったらタイとかに行っちゃうのもいいんじゃないかなというふうに思いますけどね、まあ、ちょっと変な流れになりましたけど、こんなところで FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで